おはこんばんちは、はずさです。今回はコイン稼ぎ最強と言われている野獣の茶色機能を使用したコイン稼ぎ動画です。たかの野獣はスキルマックスですので減少しなくとも稼げるのですが、野獣の茶色機能を使用したコイン稼ぎはスコインを一体どこまで稼いでくれるのか極限に挑戦しました。今回はコインボーナスアイテムとトム種類減少アイテム使用で延長なしでのプレイです。使用環境などは画面を参照してください。それでは、野獣、茶色機能、使用で、レッツ、つむつむどううまくいくかは運次第ですけどね。倍率は果たしてどうなるのか。ああ残念。しかし短時間で効率よく稼いでくれるのはこいつだけです。ご視聴ありがとうございました。ディズニーツムツムプレイ動画集は現在リクエスト動画募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしいなど何かありましたら Twitter、YouTube チャンネル運営していますので、よろしければ、Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に、記載してください。Twitter、YouTube チャンネルの、リンクは、ディズニーツムツム、プレイ動画集チャンネルの、説明欄に、リンクを貼っていますので、Twitter へは、そちらからどうぞ。プレイヤー、タカは、まだまだ下手なので、とは言いによりますが、プレイヤー、タカ、と、私、トークロイド、ハズサカ、厳選し選ばせていただきますので、応募お待ちしています。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。